今日はね、日曜日の夕方ですね。これからね、ちょっとあの餃子がね、食べたくなってですね、これから以前ね、行ったこともあるんですけれども、11区のね、有名な餃子屋さんにね、行こうと思います。ロックダウン明けにね、買いに行ったんですけれども、もうその時はあの店内飲食開始になっててですね、店見たらね、ものすごい混んでたんで、ちょっと今日はね、早めにね、向かいたいと思います。非常にね、天気暑くなってきてます。日中はね、激暑です。このぐらいのね、夕方になるとね、風も涼しくなってきてね、いいんですけどね、日中はね、もう日差し半端ないです。はい、このね、餃子通り入ってきました。ちょっと待って、すごい激混みだな。この辺りはね、餃子屋さんがひしめいてます。うわ、すごい混んでますね。ちょっとな、それでは行きましょう。もうね、混んでるんで、すごいな。まだね、あ、でも混んでますね。まあ、6時ちょっと過ぎなんですけど、すごいよ。こんなに混んでます、皆さん。私はね、前食べに来たこの金煙スイカオさんってところでね、食べたいので、ここで食べましょう。You film, you record everything? Yeah. ティンティンスイカオさんの方に来ました。以前10月かな、ロックダウン終わって、お持ち帰りの時にね、こちらに来て、持ち帰りで食べたんですけれども、今回はね、このお店に来てね、食べたいと思い来ました。激込みです。前にね、会った彼ですね、彼に言ったらもういろいろ取っていいよということなので、今日はね、撮らさせてもらってます。それではね、オーダーしていただきましょう。リッキー、リッキー、リッキー、 OK、 リッキーさん、Thank you。 ここのあの餃子屋さんは、ここと、あと隣と、あと真向かいですね、3店舗あって、ここでね、席を確保しました。調味料めちゃめちゃ揃ってます。はい、こちらがね、メニューになります。スイカオっていうのは、これは餃子ですね。今回ね、頼むのは、前も頼んだんですけど、水餃子と揚げ餃子ね、2つ頼みます。はい、待ちましょう。来ました、揚げ餃子、うまそうですね。それではいただきましょう。これ見てください、この秘伝のタレにつけてね、いただきます。いただきます。もうね、カリカリ、なんかこのエビでしょうね、これ餃子ね、味ががっつり効いて、うまっ、食べ応え抜群です。
これね、ビールいります。すごいわこれ。おいしい、最高、おいしい。今ね、思わずね、店員さんもね、おいしいねって、おいしいです。これはいいよ、うまっ。焼き餃子の次はこれね。これは水餃子です。これ皆さんプリプリ、もう透き通ってますよこれ。ちょっとね、まずスープいただきます。たまんねえわこれは。柔らかな味です。出汁がきっちり効いてね、もう麺入れて食べたいねこれは。これね、いただきます。もうね、口の中に入れた瞬間もうブリブリですね。もうね、目の前お客さんひっきりなしに来てますね。すごいです、本当に。そら混むよ、ほら。もう1週間に1回は食べたいですね。このまたソースがね、甘辛で、ちょっとピリッとして、うまっ。水餃子、揚げ餃子、一人でね、食べれますよ。僕がいっぱい食べるところになって大丈夫です、皆さん。この揚げ餃子のね、ビールです。間違いない。正直言って、前にテイクアウトした時よりも美味しく感じますね。店で食べてるからかな。あとここの通りはね、まあ、餃子通りと言われるほど餃子屋さんが多いんですよ。っていうか僕が呼んでるだけなんですけど、おそらく餃子通りと言われると思います。いっぱい餃子店があるんで。私はね、まだねここのお店しか来てないんであれなんですけれども、ここはうまい。他の店もね、もしかしたら美味しいかと思うんですけど、最高です。ぜひね、この餃子通り来てみてください。いろんな店トライするのもありだと思います。はい、エビくんが見えます。ありがとう、揚げ餃子、さようなら。大丈夫、まだねこの水餃子いますから、いただきましょう。解剖したいね、これ。エビくんが見えます。解剖をやめよう。このままいただきます。優勝。もう後出し優勝です、これは。これ水餃子ですけども、ここのね、店員さんのリッキーさんっていう人が、海鮮も入れるかって言われて、はいって言って、だからね、いつも普通のゆで餃子とはちょっと違うと思います、水餃子とは。ちょっといろんなものが入ってるバージョンのものになると思います。なんだろうこれ、イカか。イカっぽい。またこのスープがね、本当に美味しい。
これなんだろう、クラゲみたいなやつ。わからん。あんまりここでね、一人でね食べてる人はそんなにいないですね。まあ何人か見ましたけど、もう圧倒的に二人以上でね食べに来てるんで大丈夫です。私ここで一人食べてるので問題ないです。皆さんもぜひ餃子食べてください。完食です。うまい。まあ、ちょっと足らないかな、やっぱり。もうワン回転いけるかもしれない。いや、最高だった。ごちそうさまでした。あとね、ここに来て、メニューはやっぱりベトナム語と、あと、まあ、漢字ありますよね、こうやってね。あるんですけど、ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、ここにね、リッキーさんっていう、英語をね、喋れるね、ナイスガイがいるんでね、その方にね、言えばすごいいろいろ教えてくれるんで、めちゃめちゃ優しい人なんでね、ご安心ください。 Okay, so my name is Ricky. So if you come and you want the guy who can speak English, you can find me. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. はい、今ねお会計しました。揚げ餃子がね、7万本350円で、水餃子こちらも7万丼で350円ですね。合計で14万丼700円でした。もうね全然 OK。 美味しかったです。ごちそうさまでした。帰りましょう。激込み。餃子通り、また来ます。ここでご飯を食べましょう。ここはね、有名なスカムスン屋さんですね。ロックダウン解除後もね、ずっと持ち帰りだけだったんですけど、やっとオープンになったのでここで食べましょう。ここで食べましょう。はい、皆さん到着しました。これ見て半端ないでしょ、量が。これね、タッカンと言いまして、ミックス、まあ、全部のせですね、メニューになります。私もね、正直ここでこれは初めて頼みました。通常はね、このスンですね、この豚肉バーベキューと、あとまあこういう卵オーダーするぐらいなんですけど、今回はね全部のせですよ。迫力がすごいし、また皆さんこれ重い重い、いいですよ。いただきましょう。お腹減ってるんで。はい、ということでまずはね、これね皆さん、ヌクマムね、
これないと皆さん始まらないですよ。これ、これをもう浴びるようにこれかけましょう。はい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 、もう豚肉も喜んでますよ。ちょっとね、どれだけでかいかちょっと見てみましょうかね。ここはね、もう豚肉自体がでかいんです。有名なんです。うまいんです。もうこの日を待ちわびてました。持ち帰りはできるんですけどね、店内はねずっとやってなくてですね。これでかっ、かー、半端ないね。これ見て皆さん、もうでかすぎるでしょこれ。もうね、重い、すごいっす。うまそう。はい、ということでね、いただきましょう。まずは皆さんメインのこれ肉ね、いただきます。もうね、よいしょ。もうすごい香ばしくて、ここなんて最高でしょ。もうすごいわ。普通のお店に比べてもう分厚さ、ジューシーさ、香ばしさ、一流。うまいわ。このミートボールあります。最高か。これね、あのおっさんが食べる量じゃないですこれ。豚つめし、もう高校生。あとこれね、皆さんベトナムのジャラーネン、これこれがまたいいのよ、夏に最高。これすごいわ量が。でも全然いける。あとこのね、半熟のね卵ね。あとこのこのこれなんかよくわかんないもん、これよく出てくるんだよな、これなんだかな。よくわかんないけどうまい。豚肉の味とかして、この牛肉とさ、この豚肉さ、この卵と豚肉ね乗せて、もうねパンチがすごい。皆さんこれ見てください。これもうご飯もそれつきますよ。もうこんなワンパク牛したら。でこれね、ジャーというものですね。あのカムタム屋さんとかね、カムスン屋さんに行くとねついてきます。ひき肉、豚肉をこうなんか詰めて蒸したやつかな。ハンバーグの味がする。豚肉がすごすぎて強いわこれ。皆さん見て、このはね、たくさんもいっぱい食べれる自信がある人だけ頼んでください。量は多いです。肉も多い。ソーセージ、ベトナムのこういうソーセージってね、ちょっと甘みがあるんですよ。サラミっぽくて、これサラミなのかな、ちょっとね、サラミっぽくて甘くて、ちょっと日本の人がね想像する味とはちょっと違うかもしれないです。ここのお店はあのレイバンシー通りが近くにあるんで、そこからねピョッとこう入ってくればねすぐあの見つけられます。おそらくね、あのホーチミンに在住の日本人の方もね来られた方結構いるんじゃないかなと思うんですね。それぐらいね有名です、この脂身。お肉がこんなにありますからね。最近食欲が減ってきたとは思ってたんですけど、まだまだこれをね食べれるってことはいけますね。まあ今日激務だったからな、ほぼ一日オフィスでしたよ。本当にずっと座ってましたからね。まだまだ減らない。こんだけね豚食べたらなんか夢に出てきそうですね。
もうこれね、あのスーパーとかに行ったらね、なんかもう特売とかでね、こう入ってる豚肉並みにでかいですよ。 100g ね、すごいよ本当に。ベトナムは鶏肉と豚肉最高に美味しいです。ご飯の量はそんなでもないんですけど、豚肉がね、ここのお店は来る価値あります、本当に。あと残りこの豚肉です。食べてる時はなんかご飯少ないなと思っておかわりしようと思ったんですけど、必要ない、もうこの肉が全て解決してくれます。もうほぼ骨ですね。あと周り食べましょう。はい、これあとね、ミヌ君にあげましょう。このね、お茶がまたうまいのよ、ホーチミン。はい、ということでごちそうさまでした。お会計しましょう。はい、ということでね、今お会計いたしました。こちらね、13万5000ドンです。なので680円ぐらいですかね、なります。高いです、でも美味しい、すごいよ。カムスンタッカムでまさかの10万ドン超えですからね。ただね、これはもう全部載せなんですけど、まあ、さっき見せてたメニューあってですね、あの普通のあのスン、あの豚肉だけですよね、あれだと、ここは6万9000ドンですね。なので、まあ、340円ぐらいですね。あと卵焼きとかチャーとかを加えると8万1000ドンなので、まあ、大体400円ぐらいになります。これはね、あくまでももう全部乗せで、もう部活帰りの、ね、高校生が食べるような量ですから気をつけてください。はい、店員さんもね、優しい家族系ですね、ここはね、すごい優しい人がどっちばっかりで出てくるんです。はい、私は噛んだことは気にしないでください。美味しかった。まだいますよ、豚くんが。豚を感じる、彼を感じる。よし、ちょっとね、アイス買って帰りましょう。やっぱね、アイスで最後締めたいと思います。はい、ごちそうさまでした。行きましょう。